本日は二次三次高校さんとの春の VTuber 甲子園リーグ戦をやらせていただいていたんですけれども、楽しかったわが負けは負けだということで、今まで試合で勝つたびにゲームやからええやろという気持ちで相手のモブたち、相手選手のモブたちにかけてきた土おいしいねの戒めとして、己で土を食わされたいと思いまーす。わー、土は食べれません。そこら辺に落ちている土は食べることはできません。皆様食べないでください。今日用意している土は食べてもいい土として販売されているものでございます。これアマゾンで調べると結構完売してしまう可能性もあるんですけども、今ちょっと在庫切れになってたような気がしますが、なぜ在庫が切れるのか、世の中に土を食おうとするやつはそんなにいるのかという話でございますが、土の準備をさせていただきましたということで、こちらです。こちら珪藻土になっております。あとこれ販売しているサイトに書いてあったのだと、こういうのに混ぜて食べてくださいみたいな、結構食べ方とか書いてあったんで、それとかみんなからいただいた食用土の食べ方ゆるぼっつって書いて、なんやそれって言ってほとんどみんなが答えられなかったやつを参考にいろいろやっていきたいと思いますので、食べたことねえから答えられねえよ。土のレシピなんて知らねえよというね声がたくさん来ておりました。ほなちょっとまずそのままペロッとね、どんな味がするのか、見た目でも小麦粉みたいな感じなんで、コヨーテ星で初めて土くん行くぞ。あ、土だ。粉って感じかと思ったら、なんだこれ、砂利なんだ、石がないから砂利ではないんだけど、小麦粉とはまたちょっと違う。土美味しくない、味はない、味はなくて、でもなんか口の中に残る成分が残る。子供の頃に公園で転んで口に土が入った時の感覚、ザラザラしてる、溶けねえ。なるほど、これが土か。でもこれをね溶かして食べろとか言ってるんですよね。まず一番難易度が低そうなやつからいきたいと思います。ブルーベリーヨーグルトと混ぜます、入れます。この溶け合わない感じ、配信者たるものこれぐらいいかんとな。いただきます。うん、あ、でもいける、え、いけるわ、これ健康にいいんか、これ毎日食べるかこれ。じゃあ次、応用編、マスカルポーネチーズを買ってきました。今から土ティラミスを作りたいと思います。あ、チーズサンドクッキーがある、ちょうど。待って、砕いて入れてくるわ。このクッキーもこんな風に使われるとは思わなかっただろうな。土ティラミスの出来上がりでーす。イエーイ、イエーイに元気がない。いや、元気でしょうが、イエーイ。いただきます。うん、土が多い。おいしくない、土おいしくないね。ココアかけてみよう。確かにココアをかけることによって土を救う。最後の一口、うん、結論、土おい